さあ、ドッカンバトルやっていきますということで、最近ちょっとドッカンバトルあまりやってないんですけどね、昨日ね、ちょっと慌ててミッション、今日までだったんで、ミッション慌ててやりまくりましたね。それで結構石が増えました。今回ね、海外版で実装されているらしいね、ロゼね。まあ、イラストかっこいいっすよね。今回なんか分身っていうのがね、分身って、分身したらどうなるんでしょうね。ドッカンバトラーもね、説明ね、もう数年前から読んでないんで。もう今は単純に回避があるか、ダメージ軽減があるか、その2個しか見てないですね。まあ別にまあ普通って感じですね。そしてもう何回目かわかんないトランクスね。もうトランクス多すぎですよね。うわ、イラストしょぼいな、このトランクス。まあ、ドクアバタもね、今、9周年、10周年くらいでしょ。さすがにもうあれですよね。ちょっと厳しくなってきてますよね。もう同じキャラしかいないんでね。仕方ないですよね。さあ、行きましょう。超絶ハイ課金者からね、無課金になってもガチャルールはマックス30連でね、何かしらのフェスキャラが出たらね、そこで終わりっていうルールです。ようやく人造人間21号来たね。これ初でしたっけ、人造人間21号。一応、ドッカンフェスコインはね、こいつに使うつもりで貯めてるんで、今回出なかったら、人造人間21号にね、ドッカンフェスコイン使うと思いますね。まあ、だから、21号か、ロゼが出てくれるとね、いいなと思います。さあ、行きましょう。バッチ最近なんかもう本当に確定演出じゃないとね、なかなか出てくんないっすよね。超絶爆死。お、確定きました。多分フェス確定のはずです。うわ、ガチャさん、今回の新トランクスですね。もしかしたらあれか、ご飯ピッコロはピックアップ確定かもしれないですね。ピックアップ確定だね。てっきりフェス確定だと思ってましたね。ご飯ピッコロ。さあ、ラスト。ディルス。いや、厳しいか。厳しいっすね。おお、まさかのマンバ。結構新しいやつっすよ。なんかピチピチギャルのガチャ、通常ガチャが来た時に来たやつっすね。あれはスルーしたんで、結構マンバ嬉しいっすね。トランクスとマンバゲットです。なるほど、このトランクスは回避系ですね。まあ大体 50% から 70% の回避って感じか。まあでもスキル玉つければね、まあ大体 90% くらいまで持っていけると思うんで。まあ完全な回避キャラですね。マンバはまさかのアタッカーですね。だから受け性能がないんでね、結構きついっすね。まあそんな感じで。まあドッカンフェスコインはね、まあ約1100枚あるんで、今回のこの人造人間21号にね、使おうと思います。交換しちゃおう。
人造人間21号を交換します。まあそんな感じで今回のねドッカンフェスロゼ編はこれにて終了ということで、まあ別に悪くなかったんじゃないかなと思います。未収事件は2体引けてるんでね。どうもありがとうございました。